ご存知でしたか？焼き芋をそのまま食べては太ります。そこで今回は痩せる焼き芋の美味しい食べ方をご紹介していきますね。またこの動画の最後で美味しいレシピもお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。こちら、まずその焼き芋をそのまま食べたら太る原因、それは焼き芋を作る過程で長時間加熱されているからなんです。そうすることであなたはその脂肪を溜め込みやすくなってしまうんですよね。なぜかというと、もともとさつまいもは低 GI 食品で、その脂肪を溜め込みにくくするその血糖値が緩やかに上昇する食べ物なのに、長時間加熱されたことによって糖の変質が起きてしまって、結果高 GI 食品、何かというとガッと血糖値が急上昇してしまって、結果脂肪をですね溜め込みやすくしてしまう食材にこう変わってしまうからなんですね。ここです、ここポイント。じゃあ一体その美味しいね熱々の焼き芋食べたいですよね。例えば、まあ、減量中の方はこう甘いケーキとか、そういったこう洋菓子の代わりにこうさつまいもでカバーしてるという方もいらっしゃるかもしれません。その時にその長時間加熱したその焼き芋、温かいまま食べてしまうと、先ほどお伝えしたように太ってしまうわけです。じゃあそこでどうしたら良いのかという解決策をお伝えしていきますね。ポイントはこちらです。一旦冷やすことなんですよ。本当はね、そのこの時期、そうですね、まあ、秋冬になってきますと、こうスーパーでも本当熱々のこう袋に入って焼き芋って売ってるじゃないですか。あと石焼き芋ってね、こう車で売りに来ていらっしゃる地域の方もいらっしゃると思うんですけれども、そのまま本当はね、まあ、すぐ食べたいところなんですが、一旦冷蔵庫で冷やしてください。すると、まあ、魔法が起きるんですよね。痩せる魔法です。でそれは何かと言いますと、レジスタントスターチというその痩せる成分がですね、復活してくれるわけなんですね。そのことであなたのそのまあ食物繊維に似た作用をしますから、腸内環境が整う、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね元気になって増えて、いつまでもこう座ってくれる状態にすることができる。結果あなたは自然と痩せ体質になることができるわけです。でまた体重の増加を抑制してくれる効果もありますし、内臓脂肪を溜め込むことも抑制してくれる。そして先ほどお伝えしたその血糖値をですねこう急上昇するのをやっぱ抑えてくれる作用もありますから、結果、まあ、脂肪が溜め込みにくくなる。またお通じ便通の改善にもなります。あなたのですね腸内環境がもしお悪いままでしたら、あなたがいくらその食事制限をしたとしても、もうきつい運動をもういくら頑張ったとしても、長期的にこう痩せることってねもう絶対にできないんですよ。それぐらい腸内環境でとってもダイエットに通じてる、もうとても大事な要素なんですね。そこでそのさつまいもをですねこう長時間加熱して作った焼き芋っていうのは、やっぱり今お伝えした通り太ってしまう、あの白米と同じぐらいその太る効果がですね出てしまうって言われてるんですね。そこでその焼き芋、長時間、まあ、90分加熱したぐらいの焼き芋と、その焼き芋にせずにこう電子レンジでチンしたさつまいもの糖の割合ってどれぐらいだと思いますか？なんと電子レンジでチンしたさつまいもよりも焼き芋の方が糖が2倍なんですよ。いかがでしょうか？2倍食べてるのと同じです。もったいないですよね。同じさつまいもを美味しく食べる、そうすることでその食べ方一つで変わるわけなんですよね。そこのポイントが、一旦買ってきた焼き芋は冷やすこと、冷蔵庫で冷やすこと。ただですね、ここで問題、冷たい焼き芋っていかがですか？まあそのデザート感覚でねこう召し上がると美味しい場合もあると思うんですけども、やっぱり温かいまま食べたいって思いませんか？その時にまた焼き芋を作った時みたいにですね、長時間かけて加熱してしまうとまた逆効果、また逆戻りしてしまうわけですから、そこでその一旦冷やした焼き芋をですねどうすればいいか、電子レンジで短時間でチン、
していただくと、そこまでその糖分が戻りませんから、あなたは焼き芋を一旦冷やしてまた電子レンジでチンすることで痩せながら、まあ、美味しくね食べることができるわけなんです。でまたここでこう焼き芋にこだわらずですね、そのさつまいもってやっぱりその減量向きなんですよね。ダイエット向きのそのまあ元々の食材ですから、じゃあ焼き芋よりもこうもっと痩せる食べ方ないですかというご質問もいただいてましたので、今からその美味しい簡単レシピご紹介していきたいと思います。あの結構お芋ってやはりこう加熱するの結局その食べる状態にするまで結構時間かかるじゃないですか。で私はもう最初からさつまいも丸ごとというよりはこうちゃんとこう輪切りにね1センチ幅ぐらいに切って圧力鍋でもうさっとねあの蒸します。お鍋で蒸す、それも結構短期間、圧力鍋って本当もあっという間にあの火が通ってね、どれぐらいでしょうね、まあ、料理もよりますけども、いつも本当に 2,3 分もかからないぐらいでこうシューッとね圧かけて私こうふかし芋作るんですよね。でそこにもう塩とかでちょっとまぶして食べたらもうすごくね美味しい、もうおやつ代わり、私さつまいもおやつです。でまた圧力鍋がなかったりこう蒸し器がなかったりする方はやっぱ電子レンジがおすすめなんですね。たださつまいもをその丸ごとレンジでチンするって結構時間かかりますし、こう火の通りがでこうムラができて美味しくないですよね。そこで今からお伝えしたいのが、あなたも今すぐできるおやつ向きの簡単レシピご紹介していきたいと思います。こちらです。あのさつまいもはそのもちろんね食べ過ぎてしまっては太ってしまいますから適量ですよ。なので、まあ、今から美味しくなるさつまいもですね、結構スティック状に切ってください。まあ、細ければ細いほどすぐ火が通りますよね。さつまいもをスティック状に切ること、2つ目、で水分を含ませたキッチンペーパーでそのスティック状のお芋を一本一本包んであげてください。でその後にその、キッチンペーパーに包んだお芋をこのラップで、まあ、あの包んでください。でそのラップで包んだ後電子レンジに置いていただいて、まあ、その耐熱容器にですねこう並べていただいて、まあ、目安ですけれども600ワットの電子レンジでだいたい5分から6分ほどで、またちょっとね開けて様子見て火が通ってなかったらまた追加で加熱していただいて、その短時間でとにかく加熱することでこのレジスタントスターチがそのまま残った状態で食べれるわけですから、あなたはそのもしダイエット中であればですね、もちろん白米、要は炭水化物、糖質って太るじゃないですか。でその白米の代わりにさつまいもで置き換える方って多いんですよね。なぜかというとこういった効果があるからです。すごく腸内環境が整って、また栄養価も高くて低 GI、まあ、食品、要はこう血糖値がね急上昇しない食材なのでおすすめなんですね。ただし焼き芋は太ります。なので焼き芋私も大好きですけれども、一旦冷やしてレンチンして温かくして、まあ、召し上がってみてくださいね。または、まあ、蒸し芋ですね、さつまいも蒸したりとかこういったスティック状にして電子レンジでチンで、その工夫することでもう全然脂肪の溜め込み方が変わってきますから、ぜひぜひ今まで熱々のさつまいもをご飯の代わりですとかおやつの代わりに食べていたあなたは、今すぐこの方法を使って美味しくさつまいもを食べながら腸内環境が整って健康的で綺麗に痩せていっていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。ご興味ある方は詳細欄内のリンク貼っておりますので、皆様そちらからご登録後直接私までご相談されておりますので遠慮なくご相談くださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。